クレモントリードは、イギリスの地質学者、古植物学学者である。第3期の植物賞を専門とし、著書に水に沈んだ森がある。サブマージド・フォレスツのドッカーバンクの説明図ロンドンで生まれた。王子にマイケル・ハラデーがいる。1874年から英国地質調査所に野外調査員、地図製図者として働き、後に研究職となった。 1875年にロンドン地質学会の会員となり、1886年にロンドン地質学会が40歳以下の優秀な研究者に送るマーチソン研究資金を受けた。1913年まで英国地質調査所で働いた。1897年にエレノアメアリーリードと結婚し多くの教著の著作を発表している。 第3期の植物賞の研究を専門とし、古植物学研究のパイオニアの一人である。堆積土壌中の種子や花粉化石の精密な研究を行った。北海で発見された化石を分類し、最終表記にグレートブリテン島と大陸をつなぐドッカーラウンドがあったという仮説を提唱した。1897年にロンドン地質学会からビグスビーメダルを受賞し、 1899年に王立協会のフェローに選ばれた。ロンドンンネ協会のフェローにも選ばれた。1913年から1914年の間、ロンドン地質学会の副会長も務めた。サブマージド・フォレスツのズーファンシーレードは、植物の学名で命名者を示す場合に、クレメントリードを示すのに使われる。ありがとうございます。